はい、こんにちは。タクシー転職サイトプロタクの藤野です。このチャンネルでは普段新人のタクシードライバーの方やタクシー業界に興味を持っていただいている方にお役に立てるような情報を配信をしております。今回のテーマがこちらでございます。未経験者の先入観、タクシー会社の管理者は怖いのかっていうね、話をいたします。貴重な時間いただきますが、最後までご視聴をお願いいたします。はい、というわけで、まあ、今回のテーマが、未経験者の先入観、タクシー会社の管理者は怖いのかっていうね、お話をいたします。なぜね、今回このテーマを取り上げたかと申しますと、実際にですね、求職者様のタクシー会社のね、管理者ってやっぱり事故を起こしたりとか苦情を起こしたりとかね、会社のね、迷惑をかけることがあるから、すごい怒られるんじゃないかみたいなね、質問をいただきました。まあ、なぜこんなね、お声が出てくるかと申しますと、すでに現役のね、タクシードライバーの方で、ツイッターとか掲示板サイトなどで怒られたみたいな声をね、やっぱ発信してたりとかするので、だから、まあ、求職者の方っていうのは結構不安に感じられるんではないかなと思います。実際に僕もまあ2009年からタクシードライバーをやってきて、これまでのね、経験を踏まえて、タクシー会社の管理者様は怖いのかどうかっていうね、お話をさせていただきます。はい。結論を申し上げますと、管理者めちゃくちゃ落ちます。何回も同じような失敗とか、やってしまったやダメなことをやると、それは管理者めちゃくちゃ落ちます。なのでね、タクシードライバーに関して、まあ、これまでね、あまり運転をやってきたことがないですっていう方ですと、やっぱりね、安全を確保しながらお客様を探さなきゃいけないっていうので、これまでにやったことがないことをやるので、当然のことながらやっぱ失敗するケースはあると思います。未経験でその道もまだね、分からなかったりとか、接客をしながらお客様を目的地にお送りしなきゃいけない、空車時は違反とか事故を起こさないようにしながらお客様を探さなきゃいけないっていう部分で、これまでにやったことがないことをやるので、当然のことながらやっぱ失敗するケースはあると思います。なのでタクシー会社の管理者さんもそのあたりはね、見越した上で失敗をしてしまうことはまあ仕方ないなというので、まあ、許容はしていただきます。とはいえ、同じような失敗を何回も何回も繰り返しをしてしまう、やってはいけないことってあるわけですよ。それをやったら、これは当然のことながらやっぱ怒られてしまうっていうのがあるんですよね。まあ、ちなみにこれからお伝えするのはあくまでね、僕の経験談のお話です。僕はですね、何を隠そう、タクシードライバーとして業務デビューをして10ヶ月未満に免停ですね、3回になったことなんですね。で、この3回のですね、免停も、ね、本当軽微な違反の繰り返しでした。信号の見間違いの信号無視とかね、一通の逆走とか展開禁止、通行区分違反とかでした。なのでこれ標識とか信号の見落とし、見間違いによってこういった僕は違反を起こしてしまったんですね。で、大事なのはですね、違反をね、しないようにしよう、これまあ当然大事なんですけども、なぜ違反をしてしまったのかっていう根本的な原因を追及できるかどうかがやっぱね、大事なんではないかなと思います。で、僕はね、その根本的な原因の追及ができてないからこそ、同じようなね、違反を繰り返してしまって、毎回毎回その度に雷にズボンズボンズボンってね、落とされたっていうのがありました。で、このじゃあ根本的な原因っていうのは何かと申しますと、実はですね、違反とか事故の主要原因、まあ、いろんな原因があるわけですけども、その原因の一つがご本人の性格的な短所の部分が影響していることが、まあ、どうやら大きいらしいんですね。で、僕自身ですね、めちゃくちゃおっちょこちょいの人間なので、まあ、だからこそなんか見落としとか見間違いみたいな違反を犯してしまったんですね。まあ、とはいえね、自分自身の性格的な短所になってしまっている部分って、なんか分かってるようで分からないみたいな部分っていう、まあ、少なからずあると思うんです。で、プラス自分がまあ短所だと思っている部分と第三者から客観的に見えている部分って全然違うわけですよ。で、その客観的に見えている部分、言い換えると自分が見えていない部分がやはり違反とかね、事故のリスクを伴っていると思うんですよね。だから客観視することが必要なんです。で、あいやその客観視なんか難しいしんだみたいなのが事実あると思います。で、ご安心ください、
これからねタクシードライバーになる方に関しましては、実はご自身の性格的なね部分、まあ適性の部分に関しては診断をしてくれる機関っていうのがあります。ダスバと言いまして、これ特別区に感謝の話なんですけれども、錦糸町に適性診断をしてくれる場所があります。それはその運動能力として適性があるのかとかね、あとは性格的な部分で適性があるのかどうかっていう部分を診断をしてくれます。でもし仮に適性がないって言っても、じゃあはいあなたタクシードライバーになれませんよではなくて、じゃああなたにとって必要な対策、考え方はこうです、気をつけるべきポイントはここですみたいなのをしっかりと教えてくれます。なのでこれはねタクシー会社にまあ入社をすると必ずやる部分なんですけれども、その手前でもしねご自身でもねなんかこう不安の要素をね払拭するきっかけにもなると思うので、個人でも受けられるのでナスバのね適性診断っていうのは受けてみるのは価値があるんじゃないかなと思います。重複になりますが、もちろんこのねナスバでの適性診断っていうのはご入社後のデータをおります。入社後であればわざわざお金を払う必要もないので、入社後に適正診断を、ね、受けた方がベターではないかなと思います。ちなみに僕もですね、そのタクシードライバーとしてデビューした時にですね、この適正診断っていうのは受けました。ただこの、ね、重要性っていうのを全然分かってなかったから、何このなんか怪しい、なんかね占いじゃないんだからみたいな、そのねこうこうこういう性格だからあなたはこういった違反とか事故に気をつけた方がいいでしょうって言われても、うーんぐらいしか僕思ってなかったですね。本当すいませんでした。あの時ねこう舐めてはます。本当にそういったことがなければ免停3回なんてね多分やることもなかったですし、今この場を借りて恥ずかしい思いしながら謝る必要もなかったんじゃないかなっていうの部分がありますで、2点目のね怖いとね思われてしまう理由としては、やってはいけないことをやってしまうと怒られるという部分です。ではですね、まあ、やってはいけないことどんなことかと申しますと、道交法と道路運送法ですねの中にある、運輸規則というものがあります。その中のある項目に、まあ、抵触をしてしまうと、ここはめちゃくちゃ怒られるよという部分です。まずは道交法に関しましては、駐停車違反と、あとは速度超過に関してこれを犯してしまうと、これはね当然のことながら怒られます。なぜかと申しますと、この2つの違反に関しましては、タクシードライバー個人に違反の、ね、罰則が来ると、タクシー会社に対してもやっぱ罰則が来てしまいます。でこの罰則来てしまうと、場合によってはですね車両を何日間か止めなきゃいけないとか、あるいは営業停止しなきゃいけないっていうので、違反をしてしまったご自身以外会社に対しても多大なる迷惑をかけてしまうリスクがあるからこそ、これは当然のことなんだ、怒られるよねっていう部分です。で、駐停車違反とか速度超過に関しましては、これはもうね守ろうと思ったら守れるわけですよ。いや、ついうっかり駐車しましたっていうのはあるかもしれないですけども、でもそれは駐車場があるから駐車場に停めた方がいいとかね、そういうのがあるわけじゃないですか。防ごうと思ったら防げる違反なわけですよ。だからこれをやってしまうと当然のことながら怒られます。あとはね、運輸規則の方で申し上げますと、乗車拒否ってやつと、まあ、下車強要っていう部分ですね。要はお客さん、ちょっとねあなたは近そうだから私の車には乗れませんとかね、お客さんあなたご乗車になっていただいたけれども、僕は本当はあの高速乗って八王子行きたかったんですけど、あなたは東京駅だから乗せませんみたいなことはできないわけです、はい、これはもう重罪なわけですよ。ついうっかり降ろしちゃったとね、ついうっかり乗車拒否しちゃった、こんなことはね通用したわけじゃないですか。だからこういったね運輸規則に一部の、ね、部分ですけども抵触をしてしまうと、これはめちゃくちゃ怒られます。はい、他にもですね、その会社によっていろいろ規定があります。これは絶対にやらないでくださいっていうのはね、あると思いますので、会社ごとにですね、そこは確認をしていただければと思います。まあ、とはいえですよ。まあ変な話、これからね、就職活動をしようという方が、面接で、ちなみに何をやったら怒られますかとかって言ったら、管理者さんからしたら、こいつ何あの、なんか悪いことする前提なの大丈夫みたいな感じにね、やっぱ捉えられてしまうと思います。それによってね、内定の確率が下がってしまうっていうのは、これはね、めちゃめちゃもったいないと思うので、だから、どういったね、違反とか、どういったこの運輸規則違反がね、会社にとってすごいね、損害を及ぼしてしまうのか、わからないなっていう方に関しましては、もちろんね、僕たちプロダクトに問い合わせをしてきていただいても構わないですし、実際にもうご自身が入社をしてみたいっていうね、タクシー会社のドライバーさんにコンタクトを取って、情報を共有をしてもらうっていうのがね、安全なね、やり方なんではないかなと思います。というわけで、今回タクシー会社のね、管理者様は怖いのかっていうお話をいたしました。で、同じような失敗を何回も繰り返してしまうとかね、やってはいけないことをやってしまうと、これは当然のことながら怒られるよっていうね、お話をしました。で、
まあ、今回ね、その怒られる怒られないとかっていうね、まあ、どちらかっていうとちょっとね、まあ、マイナス面というかね、後ろ向きのね話だったかもしれません。ただそもそもね、なんでそういう風にやっぱり雷を落とすかっていうと、違反とかによってはご自身がね、当然のことながら免許の点数がなくなってって仕事ができなくなると、違反のね種類によっては会社にもめちゃめちゃね損害を及ぼすという部分があると。裏返すと、管理者さんはその方だったり会社を守りたいっていうね思いがあるからこそ、こうやって情熱的になって怒るんだっていうね、そこのやっぱシーンをね理解していただくこともね大事ではないかなと思います。ね、この動画ではですね、タクシー会社の、ね、管理者さんもね結構ご覧になっていただいていると思うので、そのね管理者さんの視点でここだけは譲れないよと、こういうことをやってるとやっぱ怒らざるを得ないよねということがありましたら、参考までにコメント欄の方にコメントをしていただけると幸いでございます。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。